これなんだ、これなんだ、ピロコーム、犬猫用の串です。アマゾンで買いました。こんな感じ。ちゃん、さつき、さつきする？よしする？よしよし。めいちゃんも、めいちゃんも取るか。よし。外して。飛ばないし、いいですね。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いいですか？デリケートな部分を優しく溶けます。結構しっかり取れてる。うん、気持ちいい、気持ちいい。よかったね、よかったね。さつきちゃんもうん、するの、するの、するの、はいはい。気持ちいいの、うん、気持ちいいの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 、
で、コーヒーの、よく取れる。犬にも猫にもぴったり。ちゃんと抜け毛キャッチしてくれるから、あまり飛び散ったりはしないので、家の中でも使えるね。気持ちいい？気持ちいいみたいです。買ったね。買ったね。あ、これ優れもの。久々に飼ってよかったもの犬猫グッズ。お、いい感じ、こうやったら家の中でも使えるね。気持ちいい気持ちいいですか。お、すっごいキャッチキャッチ。もういい？はい、終わり。すごい綺麗に水洗いもできます。 OK、 綺麗に洗ってきました。ツヤ出し用のブラシで、いつもこれで毛を取いてました。で、これがファーミネーター。毎日使うとね、地肌を痛めるので、今回これを買ってみました。なかなかいい買い物でした。ちなみに、メイドインジャパン。以上。今夜のお父ちゃんの晩ご飯はバジルのシーフードパスタ、そして野菜サラダ。以上。父ちゃんどうぞ。なんか焼きそばに見えるな今日はもうサラダまで入る。なんでトマトぐらい食べな。犬と猫はバジルに寄ってこるやん。無反応。どんな思います皆さん。サラダはいらんっていうの。あかんよね。いいじゃん、サラダ野菜入ってる。え？いやいや、トマト赤いの食べないかん。トマト。ブロッコリー。なあ。お疲れ様でした。今日はね、毎年夏の恒例のバジルパスタです。なんか火通しすぎてちょっと黒くなってるけど、いただきます。なんか焼きそばみたいな色になってる。家中がイタリアンレストランみたいな香りです。で、今日ね、隣町の美幌町の温泉に行ってきて、美幌のスーパーでエクアドルのエビ
エクアドルのエビ。エクアドルってどこやろね。日本のエビなんて売ってません。売ってるのは外国のエビばっかり。もう日本の海にはエビはいないのかな。いや、伊勢エビは三重県にいるよね、うん、気楽に食べれるエビって日本にはいなくなったみたいな。じゃあお父ちゃんの食べなかったサラダ食べます。しいし、ちょっと色は悪くなっちゃったけど、バジルパスタも美味しいし、で今日朝起きたら眞子内親王殿下がご結婚というニュースが入りました。ちょっと心配ですね。やっていけるんだろうか、うん、同じ年代の娘がいるから。紀子様本当にもうどんな気持ちだろうね、うんうん、そんなこんなをそんなことを考えながらワインを飲んでます。ニューヨークの暮らしは厳しいと思います。お疲れ様でした。乾杯。